にちは、ここは沖縄県石垣市、石垣離島フェリーターミナルっていうのかな、客船ターミナルかな、ちょっと正式な名前は分かりませんが、私もね、あんま沖縄っていうのはここ行くようになってから、まあ、せいぜいここ1年去年の3月の頭ぐらいに来ましたから、まだ初めて沖縄に来てから1年も経ってないわけでして、大して知識がありません。まあ、北海道とかね、そっちの方がいろいろ知ってるわけですけれど、まあ、だから皆さんに新しい情報をお届けできるかなんともわからないのですが、私の知るところによると、この石垣市というのは、八重山列島という、まあ、日本で一番西の方にある、島々のですね、まあ、最も大きく中心の町であって、2番目に大きいのは西表島、ね、猫ちゃんがいるところらしいですけれど、で、その八重山諸島をこう回るにあたりまして、ここに様々こうすごい乗り場がいっぱいありますよね。この一つの橋につき左右に船を一つずつつけられるわけですから、まあ、向こうにも桟橋みたいなものがあって、一般のものではないのかもしれないが、1番乗り場、2番乗り場、3、4、5、6、7、8、9、10番乗り場、どうも10個の船がね、つけるぐらいの、かなりすごいところです。で、ここから高速船など数多く出てまして、私も昨日ここから波照間島日本最南端の友人と行ったわけですが、本日も石垣島で時間が余っております。じゃあ何するかなって、やっぱ離島のね、中心の町であるから、さまざま離島はよりどり緑を訪れることができるわけです。じゃあこの石垣島から最も近い離島、飛行機で行くことはできないけれども、しかしわずか10分で到達のできる、なんつったかな、竹富島ね、思い出しました、竹富島、そこまでね、行くことにしました。まだ、ここから船が出るのは30分後ぐらいなんですけれど、でも、基本的に1時間に2本の運航、つまり、30分おきの運航がなされていて、2つの事業者がありますが、八重山観光と、それからもう1つが、安永観光、まあ、2つあって、切符を買えばどちらの方に乗ってもいいということで、まあ、つまり実質同じようなものですよね。別にどちらの会社が運行しているか関係なく、東海道新幹線に例えれば、別にのぞみ号が JR 西日本の N700 で運行されているようが、 JR 東海 N400 で運行されているようが、まあ、別に関係ない、まあ、そういう感じでいいかなと思うんですけれど、その、安永観光だか八重山観光だかの船によってわずか10分で行ける竹富島ね、ごめんなさい、竹富島に行こうと思います。で、別の動画でもご紹介したと思いますが、竹富島というのはこの一つお隣にあった竹富町という、まあ、その自治体の中の一つなわけですが、竹富町には他にも波照間島とか、西表島もそうなのかな、そういったさまざまな島々が属しておりまして、で、それぞれの離島とこう連絡する航路というのはほぼないらしいんですね。だから、じゃあそうすると石垣島に一旦出てきて、船にまた乗り換えて、そしてまたそれぞれの島へ向かう、島同士の移動の間、そういうことが必要になりますから、まあ、だったらもう違う自治体ですけど、石垣市に町役場を作ってしまえということで、この石垣島に違う自治体なんだけれども、竹富町役場があるんだそうです。この船乗り場の名物として、さっき波照間から帰ってきた時に、波照間島ガチ勢の方とですね、スーパーシート2階の特別席でお会いしまして、このシェイクが美味しいですよ。これ205円ですね。で、トッピングは無料、マンゴーのソースをトッピングしていただきましたが、マックシェイクの5倍ぐらい美味しいかな、ちゃんとした牛乳を使ってる感じがして、安くて美味しいです。なぜ竹富島に行ったのかというと、さっき結婚式をなんかやってる人がいたんですよ。それが船から見えたんです。まあそのぐらい、つまり船も竹富島の近くを通るんですが、まあ、結婚式をそういう風に開けるような綺麗な海岸があるんだったら、じゃあ暇つぶしに行ったらと。石垣島は結構、ね、もう大きな町でして、まあ、ここで見ていると石垣市がどういうところなのか分かんないってなんですが、まあ大体基本こんな感じなんですよね。この港の近くはどうも離島に来ているなという感じがしね、沖縄感がありません。沖縄感があるような石垣島の場所もあるんでしょうけれど、せっかく離島ターミナルに来たんだったら、じゃあそういうところは見て回るね、お手軽な離島がたくさんあるわけですから。で、他にもまあ、いろいろ本当に多分5、6個くらい選択肢があって、まあ、場所によっては頻繁に船が出ていますので、この石垣島から日帰りということも十分可能です。波照間島にも日帰りで行くという人がいるようです。この安永観光の漁船みたいな高速船で行くようです。漁船みたいと言ったらなんかすごい大したことないように思われるかもしれませんが、これかなりスピードが出て、時速40ノットぐらい出るんだそうです。時速90キロ近く、そんなに速く出るのかと思うんですけどね。それで一瞬で行くのかどうかちょっとそれは分かりません。ゆっくり行くかもしれないしね、距離が近いですから。竹富島まではわずか6キロの距離にあります。船によって乗り場が決まっておりまして、竹富行きは4番乗り場からもしくは3番乗り場、船着き場に行列もできています。1時間待ったお客さんたちです。向こうにちょうどね止まってますけど、さっきやってきた船だと思うんですが、フェリー与那国といういつも動いてるわけではないですが、八重山諸島で一番西にある、ここからかなり離れた与那国島まで向かっている船です。
まあ、ここから与那国島までは琉球エアコミューターの船で行くのが、飛行機で行くのが多分普通なんですが、あれに乗っても行くことができます。外洋を航行して大変揺れるんだそうでして、ゲロ船ですよ、ゲロ船という名前で親しまれているそうです。本当に揺れるからもう罰ゲーム的な揺れ方なんだそうですが、自動車はあれでなければ運べないそうです。お客さんが大変多くて、まあ、私は声を出したいというのもあるから外の客室にしたんですが、結局もう通常の一般客室、まあ、あんな感じの客室がいっぱいになりました。濡れるかもしれないけれども、外のお客さんそれでもいいですか、本当に濡れるかもしれませんよって、航行中席は立たないようにそういった注意もされています。みんなベンチみたいな席に座ってるんですよね。なんか大掛かりですけど、でも10分で着いちゃいますからね、大したことはないもんだと思います。ここだけこんな簡易なチェーンで水が見えるところで良かったです。しょっぱいしぶきがたくさん入ってきますよ。速度を見てますけど、まあ、大体20ノットぐらい、40ノット出るすごい船もあるということなんですが、まあ、これはこれぐらいの速度でどうも行くようです。かなり速く感じます。これは確かに航行中席の移動はできないし、またやっぱり水しぶきもかなりかかりそうです。今は大丈夫になりましたけどね、風向きの問題でしょうか。来ました、竹富島です。ここが一応船乗り場なのかな。船は満員できました。お客さんもたくさんここで吐き出される。旅館多分予約していた人もいたんでしょうし、それからあそこ、ああいう風なマイクロバスがありますけど、水牛車っていうのをなんか予約した人がいるみたいですね。水牛っていうのは私はよく知らないけど、あの水牛のモッツァレラチーズぐらいしか聞かないわけですが、そういう牛みたいなものに引っ張られて、で、この中をこうパカパカ進むような馬車みたいなやつに乗るっていう楽しみ方もあるそうです。これはイルカを多分イメージしてるんだと思いますが、あれ船ですよ、浮かんでるんですけれど、すごいこうちっちゃく、ね、平べったく見えるじゃないですか。こういう風なところはもう大変透明度が高くて、サンゴ礁など周りにたくさんありますの でその中半分水の中に没した船に乗り込んで水中をガラス越しに見るという楽しみ方、以前串本に行った時に皆さんにお伝えしたんじゃないかな。向こうをかなりズームアップしますと、右手に豪華客船が本日は来てます。これが
パシフィックビーナスなんだそうです。石垣島にはね結構そういうのも来るんですけれど、その石垣島の橋がどうなってるとかフェリーのターミナルまでこちら側から見渡すことができまして、非常に近いというのがお分かりいただけます。船とかね、こう外洋の船って乗ったことがないと、まあ揺れ心配なんじゃないかなと思いますけれど、まあまあ大丈夫だと思うんですけどね、多分ね、多分ですけど、あれよく見るやつです。これの名前私は知りませんが、まあ、パイナップルと勝手に呼んでますけど、多分それに近いもんでしょうね。特に他の島と、まあ、具体的に見た目何が違うかというと、まあ、特にありませんが、でもあれですよね、うん、綺麗だし静かだし離島に求められるいい条件が揃ってるんじゃないでしょうか。石垣島の中にも多分そういう箇所はあるでしょうけれど、あの町の中心部からどこかそういうバスで持って移動するよりは、まあ、おそらく竹富島に来てしまった方が早いんじゃないのかなと思います。あの宿は竹富島ではなく石垣の方にとってありますので、竹富に泊まっても良かったんですけどね、どうせ明日の朝石垣に行ってそこから飛行機に乗ればいいんだから、そうして良かったなって気もするんですが、まあ、帰りの時間を一応確認、17時45分が最終の石垣行きの船だということが書いてありましたが、他にも時間を見てみようと思います。この船はまあ大体1時間おきにもうこの時間では出ているようですし、いや失礼、30分おきに出ているようです。こっちの方に船が少し多めに滞在してたからね、まあそれで多分本数を増やせるんでしょう。帰りはそれをピストン往復させるのかな。向こうにビジターセンターっていうのもあって、ああここの説明がしてたんですね。ただだからちょっと見てみた方がいいでしょうか。竹富島はこんな感じで地面が白砂で敷かれてますけれど、これはそこのビジターセンターに書いてあったことによれば、こういう風にこう白い砂を意図的に敷いたんだそうです。サンゴ砂を海からこう取ってきて、ね、多分海から取ってきたんでしょうね。これなんでかっていうと、ここにハブがいまして、その毒蛇が出てきて自分たちの方に噛みついてくると危ないので、それを事前に察知できるように表面に化粧砂、白い砂を巻き、それで上にもし黒い蛇がこうニョロニョロっと来たら、あんなとこに嫌がるぞってことがこう分かるし、まあ、もしくはうまいこととっ捕まえてお酒の材料にしたのかもしれません。これが水牛なんですかね。ただの牛と水牛の違いは分かりませんけど、水牛は水の中で泳ぐこともあるらしいです。子牛もいますよ、小さいけど親の後ろに隠れています。草を食べてすぐに大きくなりそうです。自転車を借りましたから、これでまあ大体1時間30分ぐらいあればこの島は見回られるとのこと。島の中にも民宿はありますが、まあ、やっぱり石垣からの日帰りのお客さんが大変多いようで、島の中でも多くの人とすれ違います。郵便局があって ATM もあります。町の中心部はこんな感じ、かなり綺麗に整備されているようで、波照間島と比べればもうか、うん、なんていうの、すごく整然としてるっていうかね、インスタ映えスポットみたいな感じなんじゃない。インスタ映えってどうしてもこう古いものが多いとちょっと難しいのかなと思いますが、それぞれの家もまた同じような高さ、同じような構造、屋根の色も同じ、うん、なかなかいいですよ。ここ石垣から日帰りで来るにはなかなか価値のあるところです。車の通りも多くて、ちょっと自転車で観光に来る人も非常に多いようだから、やっぱ人気なんでしょうね。石垣からそれは船の航行時間10分って言ったら人気になりますよね。ものすごい秘境っていう感じはしないけどね。ただ一方で景色はやっぱり沖縄県の離島、どっか雑誌とかテレビの番組で見たようなそんな光景が普通に広がっています。ちなみにここまでの船の運賃は、往復で1300円ぐらいですね。だいたい片道650円とかそのもんなんですけれど、やっぱいいんじゃないですか。いいアトラクションですよ。自転車は、1時間で300円、その後30分おきに150円とかそんな感じだったと思います。向こうに水道記念碑って書いてあって、水道がここに、まあ、敷かれた時の記念の建てたものなんだろうなっていう、それは想像つきますけれど、その水道がですね、ここで自分で作ってるわけではなく、石垣島から地下海底のパイプでもって送ってきているんだそうです。まあ、こういう小さな島だとやっぱり水の確保っていうのは死活問題なわけで、ちょっと前って、まあ、結構前かな、すごい歴史上の話ですけれど、まあ、この井戸を使ってですね、それで真水を用意していた重要な時代もあったそうです。昭和50年代かな、それまでずっとこの井戸が使われていたんだそうで、その時の名残のポンプがここにあります。でここにはなんかね、今見たら魚が泳いでましたけど、真水に住む魚がこんな島にもいるんですね。不思議なことですが、でこの先海事浜 1050m って書いてあるところがあってね、星の砂が海にあるんだそうです。星の砂って、あ、そういうの本当にあるんだなって、ポケモンのゲームでね、昔1000円かなんかで売れるやつがありましたけど、ハブとか出てきそうな気もするけど、あ、こういう風になんか柵が設けられてて、あ、こっちまで木が生えないようにしてるんですね。なるほどね。これまっすぐ行ったこの先、ずっとこの道を1キロほど行くそうです。でも自転車で簡単に走れますよ。さっきのはなんか近道だったみたいで、普通の道もありまして、まっすぐ出て、これが白い砂浜、人がこんなにいっぱいいるとはね。
これが海地浜というそうです。カタカナで海地って書いてありますけど、漢字もあるそうです。当て字かな。星の砂っていうのがあるところがあるとか、そういう話は聞きましたけれど、こういうところにあるんだそうです。で、見本みたいなものもありまして、まあ、多分探せば見つかるんだろうなと思います。で、いろんな人がですね、もう海盤のところにこう一生懸命砂をこう手でほじくり返して星の砂を探してるわけですが、私もやりますよ。一人のスーツ姿の男がこうまた浜辺でやってるとわけがわからないやつだとか思われそうですけど、今回は特にこれか、あ、わかんなくなっちゃったな。なんでこういう風になるんですかね。これなど立派な星の砂に思いますけど、このこれね、こんな感じかな。結構たくさんこうありますけれど、適当に手でこう握って探せばこうそれっぽいのはたくさん出てきますよ。普通にこう探してもわからないけどね、まあ、それらしい形のするものはたくさんこの中に混じっています。というかほとんどがそういうものにも見えます。わかりますかね。もうこの辺など多くがそうなんじゃないですか。この辺とかもそうだな。ここはあの潮の満ち引きが結構あるところみたいでね、周り見るとこういう風に緑色の藻が生えてますけど、また見るとこういう黒い塊もあって、多分これはナマコだと思いますけど、ね、ニセクロナマコってやつかな。いっぱいいますけどね、すごいいっぱいな、まあ、ニセクロナマコって大概いっぱいいるんですが、ああいう風な砂をまとわりつけて、で、もしこう触ったりとかするとね、こう威嚇というか毒のあるこう糸をビャーッと吐いたりするんですよね。でベタベタして、一回私が海でそれをすくい上げたらね、それをやられて網が固まって使えなくなったことがありましたけど、まあ食べるようなものではないんですが、クロナマコというものは食べられるはずです。大丈夫なんですかね、こんな水がなくなっちゃっても。なんかこう耐えるような仕組みにはなってそうですけど、ブニョブニョとして。視聴者の皆さんにこういうものが苦手な方がいたら、映像で、よからぬものをご覧に入れていることをお詫びします。なんかね、横向きに歩いてるのがいいんですけど、これヤシガニじゃないかなと思うんですけど、どうですか。ヤドカリのなくなっちゃったバージョンというより多分ヤシガニですよね。これもっと大きくなるんですよ。私の手ぐらい大きくなるヤスだと思うんですが、私の勘違いじゃなければね。今まだこんな可愛いですが、これがああいうところに入ってったりしてですね、それで相当大きいものとして取れたのを見たことは私もありますけれど、こんなに大きくて気持ち悪いものなのかと思ったもんですが、小さいと可愛いもんですね。やっぱ大きいとちょっとなと思うんですけど、これって視聴者の皆さん詳しい方いたら教えていただきたいんですが、これヤシガニですかね。なんか繊細な動きをしますね。特に向かってくるということもなく平和主義者のようです。こう沖縄の離島のイメージといえば、海のギリギリのところまでジャングルみたいなものが入り出している、そんな感じでしたけれど、実際そうみたいですね、まあ、少なくともこの島はそのようです。こっちに行ったら行ったでカニとか、さっき言ったヤシガニなのかな、そういうものをね紹介できて面白いんじゃないかと思いますけど、あれもヤシガニではなかったのかな。星の砂がどういう風にしてできるのかっていうのは私も知らなかったんですが、ちょっと今調べましたけどね、普通砂ってのはまあこうあちこち削られて丸くなるわけですよね。で星型のものなんていうのは削られてあんな形に、まあ、通常では海流でこう海流とか波とかであんな形に削られることはないわけです。均等に削られますから。じゃあ何なのかなと思ったらね、こういう星型のものはまあどちらかといえばサンゴ由来のもので、例えばこれですね、これはもともと動物だったものでサンゴ、その死骸、その骨格なわけですが、そういったもので星型の骨格の動物がいるらしいんですけれど、その動物の死骸が星の砂として、このように漂ってくるんだそうです。だからもともと別に岩石だったわけではなくて、もともとは何かの動物の骨であったということです。これらがこれサンゴ砂、もともとサンゴだった動物の砂、星の砂は、有孔虫とかいうそうですが、ちょっと探してもそんなに見つからないけど、この辺とかね、こうとんがったような、これが星の砂ですけれど、この中にも2つ3つある。これとかそうかな、この親指の先にある、これなんかね先っぽがとんがってます。この色が綺麗なものは多分若くして死んだ貝の殻だな。こう落としてみたら少しは見やすくなるでしょうか。渦をこちら側に向けて巻いているのがお分かりいただけるでしょうか。じゃあそろそろね、船の時刻も迫るというほどではありませんが、多分、5時15分の次の5時45分が最後だと思いますから、戻っておいた方が良さそうです。
近いからという理由で適当にやってきた竹富島でしたが、思い以上にいいところでした。予想以上にっていうべきかな。石垣も自然と整然として、道はこのような綺麗な白砂が巻かれています。これすごいな。普通東京とかでね、無印良品とかで観葉植物で売ってるやつだと思いますけど、こんな茂みを形成するとは知らなかったな。17時15分発、最終の1本前の船は総統船の結構大きいもので来ました。この1本あと最終便はどういう船で来るのかわからないけれど、ともかく総統数のお客さんがもう満席に近い状態で運ばれていまして、いややっぱりすごいですね。あの、なんていうとこ行ったんだ、竹富島か。やっぱそっちは需要があるんだなと思ったし、やっぱ石垣から近いですから日帰りも簡単、日帰りどころか、まあ、半日観光で十分です。だから竹富島にも数多くバスでやってきて、バスでやってくるというか、バスの中でぐるぐるこう回るような観光とかね、レンターサイクルも多数貸し出しがなされていたし、最南端で知られる波照間島も多分人気なんだろうとは思いますが、このオフシーズンでも人気を誇っている、いやなかなかすごいところだったんだなと思いました。適当に行ってみようと思ったんですが、そういう人で数多かったようだし、適当に行ってみようと思った割にはかなり面白いところでした。それではまあこんな感じにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。